はい。みなさん、こんにちは。メガネ共感です。メガネ共感というのにメガネをかけていない。これはなぜで,でしょうこれはメガネのアバターが間に合っていないからです。たったそれだけの理由です。近いうちにアバターを改造しますので、もう少し待ってくださいね。じゃあ、今日はブリューの共感だから教えます。ということで、大量の 画像生成をするために AI をうまく活用するという方法とそしていくらたくさん画像ができたところでそれを副業とかにできなかったらダメですよね単にいいのができた楽しいなで終わってしまったらダメなんでよく YouTube なんかを見ていると月百万円稼ぐとかそんな 大きなお話がいっぱいありますけれども、僕はそんな簡単ではないと思っています。僕の YouTube 収益も何万円というぐらいでしかありません。6000人以上のユーザーがいてても、まあ、それが実情だと思いますので、そんな大きな話ではなくて、YouTube、そして AI、そういうものを使って、ちょっとお小遣いにしてみよう。 自分の趣味に充てれるお小遣いになればなそんな方のためにこのチャンネルですね AI 初心者教習所というのは皆さんにお伝えしていこうと考えていますそのブリューのことなんですけれども僕はブリューの解説動画というのをメインチャンネルの方でも今までたくさん出していましたまた よかったらメインチャンネルの方も検索していただいてブリューというので検索していただくと村長ミュージックスタジオというチャンネルの方で今まではそういう動画も上げていましたが徐々にこのサブチャンネルの方に移行していこうと思っていますそこで今日お話しする最終の副業アイテムというのはスズリというような T シャツをを作作っったたり、りグッズを作ったりすす。るようなサイトですこのサイト後から詳しく説明しますけれども全くリスクがなくって今まではイラストレーターさんが活躍できる場だったんですけれども皆さんもご存知のようにこの頃は生成 AI で画像というのがイラストレーターをしのぐほど便利に作れるようになってきましたよね それも ChatGPT の DARI3 などを使えばとってもクオリティの高いものもできるんですけれども大量に作るというのにはちょっと向いていません。ですから今日はブリューという動画や字幕を作るようなソフトこれをうまく活用すれば大量のイラストが描けるという方法を皆さんにお伝えしていこうと思っています。 まず、チャット GPT を起動します。最初に僕がチャット GPT にお願いしたのは、音楽関係のイラストを描きたい。だからアイデアが欲しいということを書いています。ドラムを叩く女の子、ギターを弾いてジャンプしている男の子、こんなイメージで100行書いてとかいう風に書きました。 出てきたのは100行じゃなくって25行ぐらいだったんですけれどもその25行ここにいっぱいありますよねロックバンドのギタリストがステージ上でギターソロを演奏するとかこういうような形で25行このようにして書いてくれましたが次はここで一工夫をしました。上記の末尾に2本アニメ。 という語句をスペース区切りで追加してというふうにしました。いわゆる日本のアニメ風な絵を欲しいからということです。皆さんそれぞれ好きなタッチというのもあると思いますので、そういうようなことをちょっと追加して、このように一行になるように書くことが一つの工夫です。このようにしてブリューに持っていくと、 1> 1行に1つの絵を描いてくれますもしチャット GPT が点や丸そういうものを追加してきた場合は「丸とかは出さないでというふうにプロンプトを書くと今画面にあるような形に出来上がると思います。ロックバンドのギタリストがステージ上でギターソロを演奏する「スペース日本」「スペースアニメ」こんな感じです。 この例をよく覚えておいてください。絶対これじゃないといけないということはないですがブリューに渡す時は1行に1つというふうな形で覚えておいていただくといいでしょう。では25行もたくさん作っても時間ばっかりかかってお見せする時間がもったいないですので15行ぐらいに絞り込んでここでコピーをします。 これぐらいにししておきましょうコピーもちろんもっとたくさん一気にやっていただくそれもできると思いますがブリューにもちょっと制限があります最近のブリューでは1ヶ月に作れる生成画像の枚数というのが決まっておりますので無料版を使ってこれからもブリューを使っていきたい方はその辺のところに工夫が必要ですので まあでも1ヶ月に100枚も作れればそれを毎月毎月重ねればいいわけですからこんな簡単な副業ビジネスはないと思います是非やってほしいですじゃあこのコピーしたイラストのプロンプトこれをうまくブリューで扱っていこうと思いますブリューの画面に来ました左の端の方に今イラストがありますが このようなイメージの画像をたくさん作りたいなそんな風に考えていますこの中でもちょっとギターの部分がお粗末だなと思う部分もありますヘッドの部分ですですから100枚も作れればその中で自分がいいなと思うものに絞っていくこともできると思いますしもしこのやり方でうまくいきそうだと思えば チャット GPT をプラスにして、ダリー3。これなんかをうまく使うと、もっともっとクオリティの高い画像が生成できますので、今日のお話をブラッシュアップして、より良い,い副業を身につけていただくと嬉しいと思います。何はともあれやっていきます。新規で作成というのを押します。ここでテキストから動画を生成というのにします。 今あるのは保存しないでいいですので保存しないとしますそして画像ですけれども T シャツとかいろんなものに応用しようということであれば正方形の形が案外分かりやすいかも分かりませんでもこのクラシック4対3なんかも悪くはないでしょう今日は正方形でやっていきます次へを押します ここで次は動画のスタイルを求められますが、ここはスタイルなしで始めるを選択しましょう。次に先ほどコピーしたリストを台本という場所に貼り付けをします。このように一行に一つのプロンプトが書かれました。上のテーマ、タイトルのところは何でもいいです。今日のところはえええと。 こんな感じに打っておきましょう。ここには文字がないと前に進みませんので適当な字を入れたということになりますそこで次に確認するのはもう音なんかはいりません。ん音なんかがあったりするとブリューの制約がかかったりしますので AI 音声はなしししに設定をしましょう。そして BGM もそうです BGM はいりません ここの画像ビデオとというところにだけチェックを入れます。そして赤アニメビデオを含むとなっていますがこれを変更します僕がやったところ日本のアニメタッチにするのにはこのアニメを選択するのが案外いいと思っていますそしてビデオはいらないですからこれを消してやっていこうと思いますあとはカラーのイメージと というのを作ることもできますが今回はここの赤のままやってみたいと思いますこれで閉じますそうすると赤アニメという風になりますのでこれで画像生成をやっていきます完了を押します作成した台本で動画を作りますかとなりますので完了を押してくださいしばしの間画像生成の時間がかかります 今回のような15種類ぐらいでしたらそんなに時間はかかりませんがちょっとエラーが出ましたね。ここは確認というボタンを押します。これは単なるブリューのバグだと思います。しばらくするとまた直ってくると思います。このようにできました。一番上から見ていきましょう。はい、こんな感じですね。良さげなものを見ていきましょう。 T シャツのデザインにできそうなものもあれば、いやちょっとどうだろうというのもありますが、でもなかなか可愛いイメージのものがいっぱいできています。こういうのなんかもドラマーさんにはいいかもわかりませんね。このようにたくさんの絵を作れば使えそうなものもあるというので、チャット GPT の Dali3 なども、 とってもクオリティは高いですけれども大量に作るということには向いてないかも分かりませんねですからこの方法というのはとっても便利でいいと思っていますじゃあ次はどうすればいいんでしょうか一番はここに文字がありますが文字はない方がいいですので上の字幕メニューで「字幕表示」というのを消しますこれで字幕はなくなりましたね そしてこのようにブリューロゴが出るというのがありますこれは通常は消すことができません削除するとこのようにお力をお貸しくださいいわゆる広告を入れさせてくださいというふうになります初めてやられる方などはここでですね条件を飲めばこのロゴを消すことが できます。これはどういうことかというと自分の YouTube とかこれを利用するところでですね「この画像はブリューを使って生成しました」というような文言を YouTube の概要欄であったりとかそういう場所で説明をしたりしていれば「あこの人は協力的な人だな」ということでブリューがこのロゴを消すことを承認してくれます。 僕はそれをやってありますので、ここで削除することができます。このようにすれば、ブリューのロゴがなくなりました。こうして作りたい画像というのを選んでいけばいいわけです。もう行として消してしまうこともできます。例えば、これはもう絶対いらないなと思えば、チェックをして、そしてこれを削除することもできます。 このようにしていらないものは消しましょう。これも消しておきましょう。同じようなのが2つあります。これとこれですね。2つありますけれども、こちらの方を消しておきます。後でゆっくり探してもいいわけですけれども、こんな風に図形ができました。じゃあ、これを書き出すというところに行きます。 どううやって書き出せばいいんでしょうかこれを書き出すのには「ファイル」というメニューを選択しましょうそして他の形式でエキスポートというのがありますのでこれをクリックしますと「画像ファイル」というのが一番下にあります PNG の形式で書き出すことができますこうしまして全体のクリップにしまして PNG これでエキスポートをします。どこに書き出しますかということですのでまあ分かりやすく今回はデスクトップに画像ホルダーを作りましょう新しいホルダーから画像というふうにホルダーを作ってこの中に入れることにしましょうホルダー選択というボタンを押します右の方にエキスポート結果をまとめていますという画面が出まして 今、書き出しをやっています。書き出せましたらフォルダーを開くで確認しましょうフォルダーを開くとこのように画像が全部表示されましたちょっと分かりやすく大きめにしましょうこうして画像ができたわけですこれをいろんな方法で活用していただいたらいいんです自分のブログで使う それらももちろん一つの方法です。SNS で使うのもいいでしょう。でもせっかくこうやって絵ができたなら全くリスクのないスズリという販売サイトで自分のこの画像作品を販売するこれも一つだと思います。ぜひ皆さんが副業なんて難しいななかなかうまくいかないんだろうなそんなふうなことは思わないで 一度チャレンジしてみるというのがいいのではないでしょうか。すずりの画面に来ました。すずりのトップ画面というのは、このようにグッズがいっぱい並んでいます。みんないろんなデザインをして販売をしています。ここにいいねボタンとかがありますけれども、たくさんの人が利用・活用している、いわゆる T シャツが欲しい人ですね。そういうのもあるわけです。 今は T シャツのところを見ていますがパーカーこんなパーカーもありますしスマホケースこんなようなスマホケースもありますそしてペットアイテムなんかもありますこんなふうにいろんなアイテムがありますので今回は音楽イラストということで書きましたが犬のイラストで生成してもいいでしょうでは登録の仕方を お話ししたいと思います。もちろん会員登録も無料です。皆さんに説明するために僕はまだ会員登録をあえてしないで待っていました。この解説をするために会員登録のところから皆さんに説明ができるようにしていたわけです。ここで無料会員登録というのをしましょう。そしてアカウント名というのをここで入れたいと思います。ここは 英語しか使えませんので必ず半角で入れてくださいハイフンとアンダースコアは使えるようです AI ビギナーということで AI 初心者教習所というのが分かるようにしましたそしてメールアドレスを入れたいと思いますはい ここに書いてありますように8文字以上で英語を含んでて数字も含んでいて記号を含んでいるこの4つの条件がありますのでこれに合うパスワードにしてくださいそしてつづりのニュースをメールで受け取るということで会員登録に同意して登録とします認証コードが送られてきますですからメールを開きます このように仮登録のお知らせが来ますので、これを開きまして、この認証コード。これは30分内に処理をしないといけません。こんな画面になりますので、ここでこの認証コードを貼り付けます。そして認証する。これを押します。これで確認できました。一番右の端の方にマイショップというのがあります。そこでアイテム作成 というのをやりますここではグッズもできますしデジタルコンテンツシルク印刷のアイテムとかいろんなものがありますがここでグッズを選びましょうそうしましたら画像をここにアップロードしてくださいというふうになりました先ほど作った画像を確認しましょうそうですねちょっと無難なところでこのバイオリンを弾いている影のマーク これなんかを登録してみましょう。このようにドラッグドロップします。はい。この絵ができました。そうしましたら、こういう靴下アイテムとか、いろんなものが出てきます。どれに利用するかというようなことですけれども、ここで選択をしたいと思います。まあ、トートバッグなんかがいい感じですね。 このようにクリックするとチェックができます。T シャツでもいろんな T シャツがあります。パーカー類もあります。このようにしてチェックをしていくだけです。こんなスマホケースもいいと思います。いいなと思うようなものをこのようにいくらでもチェックできます。そうしまして、ここでアイテムの名前というようなものができます。ですから、 バイオリンと夕焼け、けこここんな風な風名前ををままししょう。そして説明をここに書きます。夕焼けが美しいシルエットのバイオリン演奏風景ミュージシャンの方のグッズにというような説明をしました説明がなかなか思い浮かばない人は AI に頼んでみるというようなこともできるようになっています 次は自分の取り分というのを設定できます。初期値は300円というふうになっていますが、これを自分の好きなようにやればいいと思います。みんな300円ぐらいにしているから200円にしてみようというのも一つでしょうし、いや、もう少し高くていいやというのもあると思います。僕はまずは200円というふうにしてみます。 この取り分というのを公開にすることも非公開にすることもできるようになっています。まあ、非公開にしておきましょう。そしてアイテムを販売するというボタンをクリックします。本当に販売しますか販売するこれを設定します。アイテムを作成しましたということです。これをツイートしたりすることもできるようになっています。 ツイートして販売を促進するのもいいでしょう。今回はここは閉じるを選択しておきます。自分の作ったグッズはこのように見ることができます。むちゃくちゃ安くはないけれども T シャツで3000円ぐらいの販売ですのでむちゃくちゃ高くもありません。ですからこういうリスクのない販売形態 これは副業にとってはとってもありがたいサービスです。売れなくってもいいし、売れたらより美味しいというようなことです。ぜひ皆さんにもチャレンジしてもらいたいなと思っています。本気でチャレンジする人は僕は悪いことは言いません。チャット GPT なんかのラリー3、これらを使ってより簡単に便利に これから AI 生成をやる方が僕はお得だと思います。月々3000円弱の費用ですけれども生成 AI だけじゃなくっていろんな活用方法が今できるようになってきました。ここらで ChatGPT+ プラスを使えば画像のクオリティももっともっと上げることができるんではないかなと思います。今日のお話は、 本当に副業のとても簡単な始め方と言えると思います。ぜひ活用してみてください。AI 初心者教習所教官のメガネ先生でした。じゃあまた次の動画を楽しみに待っていてください。チャンネル登録やベル通知、これらも設定して楽しくお付き合いください。またねー。